はいみなさんこんにちはこんばんはおはようございます。ゆうすけ先生です、えー。前回は面接の練習をしましたので今回は自己紹介について練習していきましょう。はいでは最初に自己紹介1の方を見てください。はじめましてから始まります。はいはじめましてっていうのは英語ルートナイスミーテいうですね。はじめまして挨拶から入ります。その次私の名前はサムティンです。 私の名前はサムティンです。えー、例えば私の名前はユウスケ・タナカですと。はい、ユースケ・田中です。例えばね、ユウスケ・タナカですと。と、えー、いうふうにします、えー。ファーストネームとファミリーネームですね。はい、私の名前はユウスケ・タナカです。えーまあ、日本だとタナカ・ユウスケですね。ファミリーネームの後に、えー、ファーストネームが来ますので。 えこんな風に言いますか。まあ皆さんのね国の、えー、言い方があると思いますのでまずは最初はそれで大丈夫です。えー、その後、サムティンと呼んでください。えー、Please call me.My、はい、name is something から Please call me ですね、はいえー。ニックネームでもいいですし相,相性でもいいですね。例えば、えっ、ー、と、ユスケ先生。ユうスケ先生と呼んでください。Please call me ユうスケ先生。 はい、このようにしてください。発音がね、難しい場合もありますので、日本語で発音しやすいように考えるといいと思います。はい、その次、今年、17歳です。これは、エイジですね。はい。イヤズオウトですね。私は、今年、今年っていうのは、I will be this year ですね。今年。今年は、先生は28歳ですね。はい、28歳です。 28歳です。今年28歳です。はい。えー、皆さん、このままね、覚えてみるといいと思います。はい。その次、えー、出身は、バー p l レイ e ですね。出身は、I'm from。はい。皆さんの、えー、まあ、生まれたところとか、ルーツを話すといいと思います。はい。出身は、えー、先生は、えー、日本です。と。日本です。出身は日本です。 はい、えーまあ、どこでもいいです。サウジアラビアでもいいし、トルキーでもいいし、フランスでもいいですし、ベトナムでもいいですしね、えー。出身はベトナムです。出身はフランスです。はい、このように言います。はい、えー、その後、今は、えー、タムティンのタムティンに住んでいます。えー、ここ、カントリーが入って、えー、その後、ここはシティが入りますね。はい、えー、例えば、えー、今は日本の、日本の福岡に住んでいますと。はい。 はい、えー、こんな感じですね、はい、ここがまあ東京に変わったりするわけですね。はいえー、例えば今は、えー、ベトナムのホーチミンに住んでいます。今はサウジアラビアのリヤドに住んでいます。とか今は、えー、フランスの、えー、リヨンに住んでいます。とか、えー、今は、えー、チャーキーのイスタンブールに住んでいますと。とえー、そういうふうに言います。はい続いて、えー、仕事はダムィンです。 仕事は something です。えー、まあ、これね、えー、先生の場合は、ジャパニーズティーチャーね。仕事はジャパニーズティーチャーです、えー。こんな感じで言いますね。えー、日本語で言うと、日本語の先生ね。日本語の先生ね。はい。みんなは、例えば、えー、ナースだったら仕事はナースですとか、えー、ドクターだったら仕事はドクターです、えー。こんな風に言っても大丈夫です。はい。で、OR って書いてありますね。OR 学生ですね。 学生です例えば大学生ですとか高校生ですとか学生ですとかこんな風に言っても大丈夫ですはい続いて家族は何人です家族はだいたい5人ですとか6人ですとか7人ですとかそんな風に言うといいと思いますはい猫を何匹飼っていますと猫を3匹飼っています I have a pet, I have a cat, I have a dog 2 cats みたいな、こんなイメージですね。え例えば1匹だったらえ、猫を1匹飼っています。猫を2匹飼っています。猫を3匹飼っています。えー、犬、ドロークス飼っている場合は、えー、犬を2匹飼っていますとかね、えー。何でも大丈夫だと思います。ここはお任せします。先生は今飼ってないので、えー、ここはちょっと省略しましょう、はい。はい。で、猫を飼っている場合は、猫の名前は、えー、タムティンですと。 例えば、猫の名前はキャンディーですとか、猫の名前はシロですとか、そんな名前ね、さっきここで名前を言いましたね、一緒です。タムティンの名前はっていうのが意味になりますね。はい。で、先生はちょっと今、いませんので、ワンちゃん、猫ちゃん言いませんので、こんな風に消して大丈夫です。はい。その後、趣味。趣味はタムティンです。例えば、趣味は アニメを見ることです。趣味はスポーツをすることですとか、そんな風に書くといいと思います。なので、サンティンをすることね。はい。例えば、料理をすることとか、はい。スポーツをすることとか、ゲームをすることとか、はい。そういう感じでいくといいですね。で、元上級者になると、例えば、ピアノ、ピアノを ピアノを弾くこととかね、はい。弾くこととか。音楽、ミュージック。音楽を聴くことです。とかね。はい。そういうふうに書くといいと思います。はい。えー、その次、えー、好きな、えー、日本のタムティンはタムティンです、はい。皆さんね、なんか日本の好きな、えー、カルチャーだったり、なんかこう、エンタメあると思いますので、まあ、それを一つ挙げていただけるといいと思います。 例えば、好きな日本のアニメはとか、好きな日本のゲームはとか、好きな日本の料理はとか、はい、こんな風にまず書きますね。ここはね。はい、で、和の後は、それ何かっていうのね。例えば、アニメだったら、アタックオンタイタンですとか、ゲームだったら、原神インパクトですとか、料理だったら、寿司ですとかね。はい、こんな風に書きます。好きな日本のアニメは、アタックオンタイタンです。好きな日本のゲームは、原神インパクトです。 好きな日本の料理は寿司です。はい。こんな風に書くといいと思います。はい。よいしょ。はい、えー。では次が、次がちょっと最後のところかな。ちょっと難しいですね。はい。ここ難しいです。ここ書けると、もうインターメディエイトとか中級、もしくはアドバンス、上級レベルだと思います。えー、たむてぃんたむてぃなのでとか、サムティン、タムティン、ので、日本語を勉強していますと。 この風に書きます、はいえー、例えば、例えば、例えばですね、えー、日本の、日本のサンティンが好きなのでとか、はい、日本のゲームが好きなので、日本のアニメが好きなので、日本のカルチャーが好きなので、はい、日本の 相撲が好きなので日本の電車が好きなので、はい、こんな風に作るといいと思います。はい、もしくはもっと分かる方は、えー、理由をねここに入れてあげるといいですね。はいまあ、ちょっとこ,こ,をこれを書けるようになると、えー、自己紹介のレベルもアップしますのでぜひチャレンジしてみてください。ということで、えー、今説明しましたので最後、えー、よろしくお願いしますと。はい、よろしくお願いします。 はい、お願いします。t h a n k you for advance. えムティンですね。はい、よろしくお願いします。はい、これからね、ありがとうございます。いろんなことをお世話になります。そんな意味ですね。はい、で、ここまでかけたら、ここまでかけたら、こっちはオッケーです。こっちオッケーオッケーですね。はい、オッケーです。はい、そしたら2番行きましょう。はい。 今は自己紹介なので自分自身で初めまして私の名前は祐介田中です。えー、ゆうすけ先生と呼んでください。今年28歳です。出身は日本です。えー、こんな風に、えーまあ、どんどん練習してください、えー。で、それができるようになったら質問に答えれるようになりましょう。はい、こっちレベル2ですね。レベル2。はい、質問に答えます。えー、名前は何ですかあ、私の名前は祐介田中です。 えー、何と呼べばいいですか、えー、ゆうすけ先生と呼んでください。今年何歳ですか ?28 歳です。出身はどこですか出身は日本です。どこに住んでいますか日本の福岡に住んでいます。家族は何人ですか ?5 人です。家族は5人です。猫はいますかはい、います、えー。猫を何匹飼っています。 はい、3匹飼っています2匹飼っています猫の名前は何ですかえ、猫の名前は、シロですとか、タロですとか、そんな風ですね。桜ですとかね。はい、趣味は何ですかはい、えー、趣味はピアノ、を弾くことです。え、こんな風にやってください。好きなゲームは何ですか好きなゲームは何ですか好きなゲームはマリオですとか。好きな食べ物は何ですか好きな食べ物は、寿司ですとか。 好きな飲み物は何ですか好きな飲み物はコーヒーです。はい、こんな風にしましょう。えー、なぜ日本語の勉強を始めましたかはい、なぜですね、えー。日本の文化が好きなのでとか、えー、日本のアニメが好きなので、日本語の勉強を始めました。いつか日本に行きたいので、日本語の勉強を始めました。えー、このように作りましょう。 はい、どうして日本語を勉強していますかこれ一緒ですね。意味は。なぜとどうしては一緒ですね。一緒の意味です。はい、行きたいので、えー、日本のアニメが好きなので、日本語を勉強しています。これは同じ意味です。ここにつながります。はいえー、で最後、えー、どのくらい日本語を勉強していますかと、えー、これは how long ですね。だいたい2年ですとか、1ヶ月ですとか、6ヶ月ですとかね。 はい、こんな感じで答えるといいと思います。はい、どのくらいは How long ですね。はい、ということで、今どんどん質問しましたが、えー、これ、えー、なんでこんなふうな練習をするかというとですね、えーまあ、自分でまずね、えー、ここの、こっちの、えー、レベル1まずクリアしましょう。で、レベル2は自分で質問して自分で答えれるようになりましょう。はい、これ、友達とやるととっても練習になると思います。はい、そしてですね、レベル3は、 これ見ながらやるのがレベル2ねこう。こういうふうにどんどん練習していくのがレベル2です。レベル3はですね、えー、バラバラに質問します。はい、例えば、えー、名前は何ですかって言った後に、えー、好きな食べ物は何ですかどこに住んでいますかなぜ日本語の勉強を始めましたか、えー、そんなふうに答えていきます。えー、そうすると、えー、これでね、疑問詞と文の理解ができますので、 はい、疑問詞っていうのは皆さんこの名前は何ですかとか何と呼べばいいですか今年で何歳ですか出身はどこですかとかねはいこんな風に何人ですかどこですか、はい、何ですかはい、この疑問詞ねなぜですかどうしてですかどのくらいですかはい、どのくらいだと4ヶ月ですとか2年ですとかこんな風に答えますね。 はい、こういう疑問詞を分かるようになるっていうのもとっても大事です、はい。これが分かれば、先手数が変わったとしても、文が変わったとしても、あ、どこあ、どこについて聞いてますねというのが理解できるので、えー、ぜひチャレンジしてみましょう。ということで、最後先生が、えー、バラバラに質問します、はい。ランダムに質問しますので、えー、皆さん答えてみてください。よし。はい。えー、では、いきます。はじめまして。 名前は何ですか出身はどこですか何と呼べばいいですか家族は何人ですか好きな食べ物は何ですか どうして日本語の勉強をしていますかどのくらい日本語を勉強していますかどこに住んでいますか 趣味は何ですか好きな飲み物は何ですか弟はいますか 今年でで何歳ですかはいどうでしたでしょうか皆さんえこんな風にね練習するととってもいいと思いますんで是非ね勉強を続けていただければと思いますで、えっと、このページね是非、えー、ねあの先生これ実際授業でね使ったりしてるページですので ぜひこのページスクリーンショットするなりもし希望があれば PDF お渡ししますのでぜひね活用していつも先生が言っています日本人と皆さんじゃなくてもみんなじゃなくてもねお友達同士でね友達とね日本人じゃない友達とねぜひね練習してるチームメイトとかクラスメイトとか そんな人たちとね練習するといいと思いますんでぜひトライしてみてください。はいということで今回もご視聴ありがとうございました。ぜひね、えー、皆さんの勉強がはかどるように先生もアップロードしていこうと思いますので一緒に頑張りましょう。またね